隠す。目を隠せば。そうそう。割とね。はい、そんで、あの、お家でさ、椅子じゃなくてさ、床に座った状態でさ、はい、膝の上に乗せて手に手で触らせてあげるとか、ね。ああ、はい。こっち向きでも手で触らせてあげるとかね。からもし慣れてきたら、こうやってやって手で触らせてあげるとかね。こうやってやって。この体勢で手で食べさせてあげれることができれば、割と爪切りできるんです。だからいきなりこれは無理だから、まずはこれで食べさせてあげる、ね。ということもやってもらえるといいですね。で、こちら来てください。はい、じゃあ飲ませますよ。今は二人でやりますけど、こうやってストレーニング、まあ、こう両肩持っててもらってね。で、目隠しして、で、前に歯があるじゃないですか。歯のない方、両方。あのちょっと奥まで入れるとモグモグしてるでしょ。ああ、はい、そうするとこでグーッと入れると上手に食べる。美味しいんですか。でね、50% は大好きです。ああ自分から舐めに来ます。ああ、じゃあ50%、あ、この子好きみたいですよ。ああ、よかったよかった。もうちょっとやるかな。で、これをね、だから 1.4cc を1日2回舐めさせて、はい、で、1週間ぐらいでちょっとお腹触らせてください。ただし観察気をつけてて、体重が減っちゃうとかね、はい、うんち少ないとか変わったことあったら、はい、もちろん言ってくださいね、はい、もしかしてあなた好きこれ。そういう子もいるんだよね。あんまり自分からはいかない。いや、いやか、いやか、やっぱりさ、びっくりだもんね。食べさせない。でもすぐ口が動くね、これ。あ、本当ですね。まあでも一応やるとしたら、ちょっと奥まで入れてもぐもぐしたら押してもらうと。はい、で、たまにこうやっても食べてくれる子も半分、50% ぐらいの確率でいます。そういう子もね。今は初めてだからびっくりだからね、この子にしてみれば。でも長田君、美味しそうに舐めてますよね。食べないよりは安心します。はい、じゃあカゴお願いします。はい、でさっきの抱っこのね、やつね。だから、まあ、今はちょっと危ないからあんまりやりませんけど、はい、こうやってやったり、あの椅子なんか床に座ってね、床でこうやって、まあ、今それができないんですけど、まあ、まずはこれから、はい、それとこれ気をつけた方がいいですよ、ペットシーツ。あ、これも食べちゃう。それ食べるとすそれ、それは非常に具合悪くなります、ペットシーツは。だからウサギのペットシーツじゃなくて、チモシーマットってわかります？ちょっと持ってきて、そうそう、座布団みたいな。あれはトイレになっていいんですか？うん、あれお何枚も用意しといて、うん、はい、そういうのを引いてもらって、あれだと最悪食べてもいいじゃないですか。はい、でもあのかじってすぐダメにする場合もあるけど、そうじゃなかったら洗って干してまた。なんか本当はあの網スノコみたいなの引いてしてくれるのを期待してたんですけど、うん、なんかしてくれなくって、おトイレ我慢しちゃって。で、網が嫌いみたいで、はい、え、じゃあ床はどうなってる？床はトイレシーツを引いて、その上にトイレ砂みたいなのを引き詰めてる。トイレシーツってこと、このペットシーツ。あ、そうね、この上にペットシーツはやめましょう。あ、砂だけでいいです、うん、もしくはスノコ引いて、その上にこういうのを乗せておく。スノコ、これちょっとちっちゃいんだけど、ああ、こういうのですね。こういうの、あ、うん、大丈夫したけど、うん、もうちょっと普通のやつ持ってきて、新しいやつ、開いてないやつ。開いてないやつ。はい、で、これはあのご飯のあのご飯のパンフレットなんだけど、ちょっと結構いろんなことが載ってるんでね。はい。うんちのことね。はい。それから毛球症のことね。これはレントゲンにもう毛がいっぱい詰まっちゃってっていうケースね。はい。それから不整合、前歯の不整合。これはまあ初めてそれを見る。奥歯は見えないんだ、だから、うん、それ奥歯の不整合、それからあとアルファルファとかで食べ過ぎちゃうとさ、はい、石、まあ、アルファルファ、チモシー食べてもできる子もいますけど、膀胱系すぎ、そうすると頻尿になってくる。それからあとは脂肪肝、太らせちゃうとまずい、はい、そう、さっきの言った栄養のバランスやってれば脂肪肝にはならないと思います、うん、あとウサギがこんなうんちしたらハイリスクです。あ、わかりました。猫ちゃんの原因とは意味が違います。はい、もう早く手当てしないと死んじゃいます。あ、はい、肥満にならないようにしといた方がいい。まあ、これもやっぱりペレット食べ過ぎとかさ、はい、おやつ食べ過ぎとかでなりますね。あと5歳以上になると慢性腎臓病とかね、
あとこの子性別は女の子、女の子だと腫瘍で、まあ体の表面にできる腫瘍もあるんだけど、うん、子宮の腫瘍が結構多いじゃない、うん、子宮頸がなんかその避妊手術みたいなのしといた方がいい、まあ、うん、やって悪くはないですね、うん、で女の子は絶対こういうのとは言い切れないです。まあ、あとこういう体の表面にねできる腫瘍は分かりやすいですね、触ってれば分かるから、はい、これになるとね普通のおしっこしてるんだけど時々血尿が出ると、膣前庭がすごい大きいからそこに血液が溜まってくるんですよ、うん、子宮から出てくる、まあ、それはだいぶ5歳とか7歳とか年齢いってからなんですかね。でこういうのが腫瘍シーマットね、はい、これいろんなサイズ売ってますよ、はい、だから何枚も用意しておくといいですね、はい、これご飯のサンプルだから、はい、よかったら、今度じゃあ1週間後にお見えになる時にあの食事の銘柄と繊維が何パーセント入ってるか教えてください。あ、わかりました。じゃあこれウサギのことのコメントとこれ、はい、持ってきてもらったやつね、はい、はい、でさっきのラキサトーンと注射器を2本出してきます。あ、はい、で2本出す意味はあの予備です。1本で、はい、1本を何回も使ってください、はい、洗って石鹸使わずに何回も洗ってくださいね。わかりました。じゃあ 1.4cc2 回ね。はい。はい、ご質問あります？いっぱい喋っちゃったけど。とりあえずは。今ゲージ入りにスノコを引いてあるんですけど、はい、なんかネットで足を痛めてなんか床ずれみたいになるかもって言ってたんで、そういうマットみたいな引いちゃってるんですけど、うん、それが布をかじっちゃうから良くない、うん、だからチムシ、それこそチムシーマットにしてください。チムシーマットだと最後かじっても大丈夫だから、だからスノコの上にチムシーマットをね、はい、引いておくと多分そこの上の方があの居心地がいいから多分そこの上にいると思いますからね。わかりました、うん。で今度さ、この子の部屋のさ、はい、あの写真か動画ちょっと撮ってる。あ、お部屋は一応今あります。あればじゃあちょっと見せてもらえればアドバイスできますね。あ、ごめんなさい。はい、動いちゃうんですね。はい、ですよ。猫がいる。これでも猫ちゃんとさ、ウサギさんってさ、はい、大丈夫なの？一応あの鉢合わせないように遊ばせてるんですけど、あ、ちょっと別のとこも入っちゃうんであれなの、あんまりわかんないから。だから。これね、ケージ越しでもね、はい、うさぎさんやられちゃうことあるからさ、気をつけます。うん、まあ、普段から一緒で仲良しだったらいいんだけど、うん、猫ちゃんってやっぱりちっちゃくて動くやつって、はい、結構追っかけます、はい、追っかけるじゃないですか。でまだこの子ちっちゃいから大きさは負けてるからだけど、すぐ猫ちゃんの方が大きくなるでしょ。そうすると、うん、自分よりちっちゃくて動くと、うん、格好のおもちゃというか、うん、気をつけます。こういうのはじゃあ取った方がいいですね。こういう、うん、これは危ないね。でこれがよくあるやつですよね。で、うん、この上だと確かに足の裏って猫みたいにパッドがないから、うん、痛みやすいから、あのチムシーマットを引いてあげて、うん、ください。わかりました。ただウサギさんでさ、トイレでなかなかしないからさ、うんちもおしっこもそこら中にするじゃないですか、うん、中には置いておくとそこにおしっこするとかそういう子もいますんで、うん、でうんちはそんなに弱いけどおしっこが匂うんですよね、はいはい、結構。まあ、一応三角コーナーみたいなトイレ置いといてそこでしてくれればラッキーですね、うんうん、だと思います。わかりました。ちょ、布はねやめときましょう、はい、いい機会でよかったので胃がね、そうですね、多分入ってますよね、食べちゃったんだから。はい、じゃあそういうことで観察気をつけながらね、はい、じゃあこの子は1週間前後でご都合のいいところで見せてください。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ猫ちゃんはしつけの方ちょっと大変ですけど